ラクスジェンとは台湾の自動車メーカー、広高技車が展開する高級車ブランド。英語で、高級を意味するラグジュアリーと天才、優秀を意味するジーニアスを掛け合わせた造語である。1953年の設立以来、長きにわたって日産自動車と技術提携をしてきたが、2003年に日産車の製造部門を広高日産技社として独立させたため、 新たなる提携先を模索した結果、2005年7月に、アメリカのゼネラルモーターズと共同で、広高通容疑者古墳有限講師を設立し、キャデラック、ビュイック、オペルの各ブランドの車種の販売をスタートさせた。しかし、その後の2008年12月に、GM との資本提携を解消したことにより、2009年1月に、台湾発のオリジナルブランドであるラクスジェンを立ち上げる。 こととなった。2014年12月には、元日産のエンジニアで、日産 GT-R の初代開発士官を務めた、水野和都氏を、同ブランドの開発担当主会社である、ヘイテックの開発担当副社長に迎えた。水野を招聘した理由については、ヘイテック総経理の利としたら自らが、開発スタッフの指揮と経験値を高め、技術レベルを引き上げることで、 ラクスジェンブランドの確立を目指したいと思ったから、とコメントしている。極度の販売不振がたたり、2020年11月には中国本土から撤退したため、現在は台湾市場のみでの販売である。なお、ラクスジェンにおいては、取扱いディーラーを記者生活館と呼んでおり、総じて日産ディーラーと隣り合わせに設置されることが多い。全社共通の特徴として、 HTG と共同開発したシンクと呼ばれる情報端末を搭載。ナビゲーションシステムとしての役割のほか、通話やインターネットへの接続機能も備えられている。また、内外には複数のカメラが装着されており、ドアミラーについたカメラで速報を確認できるサイドビュー、上空から見回したようにあたりを確認できるイーグルビューなどが搭載されているほか、 車線逸脱防止支援システムの LDWS や夜間の視界補助機能であるナイトビジョンなどといった先進安全技術も搭載されている。は2021年3月現在台湾内で販売している車種。生産は広高記車のやぐ工場。過去には東風技車との合弁事業で中国本土でも現地生産されていた。車型を アルファベット、社格をアラビア数字で表す社名としている。ありがとうございます。